瀬高哲夫は、北海道苫小牧市出身の元プロアイスホッケー選手。2014年4月の栃木県、日光市議会議員選挙に最年少候補として、出馬をして当選。2018年4月に2期目の当選。現在、日光市議会最年少議員として活動中。アジアリーグアイスホッケーの HC 栃木日光、アイスバックスワンバサダーも務めている。 トマコマイ市立和高中学校を経て、駒大トマコマイ高校に進学、高校時代は3年連続インターハイで優勝、U-18 日本代表にも選ばれた。東洋大学に進学し、春季トーナメントでは、最優秀新人賞を獲得、インカレ優勝1回、ユニバーシアード代表に1回選ばれ4年時には、首相を務めた。2004年、国土に入団したが1年で、 戦力外通告を受けて2005から6年シーズンには日本人初となる韓国チームの移籍選手として暗洋春らでプレーした2007年に日光をアイスバックスに入団2008年には選手会長を務めている2009から2010シーズンには首相に就任2010シーズンからは副首相を務めるなど FW の中心選手としてチームを牽引した また積極的にボランティア活動に参加するなど、リンク内外にわたり活躍。引退後は、アイスバックスアンバサダー及び地域スポーツ振興担当として、地域イベントへの出演や学校訪問など、アイスバックス及びスポーツの発展と普及活動を行う。2014年4月の日光市議会議員選挙に最年少候補者として出馬。 1877票の得票数で当選を果たす。学生時代に指導者を志し、高等学校教諭一種免許状を取得している。国土時代にはオフシーズンにベルボーイも務めた。2005年より人身売買の被害に遭った子どもたちを支援するボランティア団体、子どもたちの笑顔を守る会に所属している。選手時代には毎年ユニフォームやグッズの販売を行い、 売上金を団体に寄付している。ありがとうございます。